ベルリン、旧博物館ベルリン美術館は、ドイツのベルリンにある美術館、博物館群である。プロイセン王家ーケ歴代のコレクションを基礎として1830年に発足した旧博物館がその発祥であり、以後、コレクションが増大するにつれ、新たな博物館が次々に建てられた。ベルリン美術館とは、単独の美術館ではなく、市内の博物館島、ティアガル建築。 ダーレム地区などに存在する多くの美術館の総称である。言語のスタートリッシュ・ムセイウンズ・ベルリンはベルリンの国立博物館群の意である。日本語では1991年に NHK の特別番組ベルリン美術館もう一つのドイツ統一が放送されるなどベルリン美術館が美術館、博物館群全体を指す場合の一般的な表記となっている。 ベルリン美術館は、プロイセン文化財団によって運営され、一家の18の部門からなる、総合美術、博物館である。古代エジプト美術館及び、パピルスコレクション古代美術コレクション戦士、初期歴史博物館古代末期、ビサンティン美術館古代近陶美術館絵画館、ナショナルギャラリー彫刻コレクション、ハンガソビオコレクションイスラム美術館アジア美術館、インド美術館、 工芸美術館民族学博物館民族学、博物館化兵室芸術図書館石膏、模造制作所なお、以上18の各部門が、それぞれ一つの博物館に相当するわけではなく、一つの建物に複数の部門が展示されていたり、一つの部門が複数の博物館に分かれていたりするので、注意を要する。例えば、ペルガモン博物館には一つの建物の中に、 古代美術コレクション、古代均等美術館、イスラム美術館の展示がある。ボーデ博物館ベルリン美術館発祥の地は、世界遺産に登録されている、博物館島である。博物館島は、ベルリンの中心部、シュプレー川の中洲の北半分を占め、旧博物館、新博物館、旧ナショナルギャラリー、ボーデ博物館、ペルガモン博物館の五館がある。 19世紀当時、この島には、プロイセン王国のベルリン王宮があり、周辺には、ベルリン大聖堂、ベルリン市庁舎などがあるベルリンの中心地であった。1830年、時のプロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世の命によって、旧博物館が開設されて、以来、1世紀をかけて整備されたものである。いかに開館年次順に、各館の概要を略述する。 新ナショナルギャラリー、博物館島の各館は、第二次世界大戦の空襲で甚大な被害を受けた。大戦中、各地に疎開させていた美術品のうち、一部は火災などで消滅し、一部はソビエト連邦軍によって持ち去られた。東西ベルリンの分離後、博物館島は、東ドイツの管理下にあった。ソビエトに持ち去られた美術品は1958年に、 東ベルリンに返還されたが、英米の管理地区に疎開され、英米軍が保管していた美術品は東ベルリンにある博物館島に戻されることはなく、西ベルリンには東ベルリンとは別のベルリン美術館が建設されることとなった。市の南西部ダーレム地区にあり、アジア博物館として使われる予定であった建物が1956年西ベルリン側の絵画館となり、 ダーレム美術館と呼ばれるようになった。ここには主にアメリカ軍から返還された絵画が展示された。さらに1968年には西ベルリンのティアガルテン地区にミースファンデルローへの設計による現代建築の新ナショナルギャラリーが開館した。1990年の東西ドイツ統合後、それまで東ベルリンと西ベルリンに分かれていた。 ベルリン美術館の組織も統合した。従来、東ベルリン24館、西ベルリン24館あった博物館、美術館は統合整理され、あちらこちらの館に分かれて所蔵されていた美術品も部門別に整理が進められた。1998年には、ティーアガルテン地区の文化フォーラム内に新しい絵画館が建設され、 従来棒で博物館とダーレム美術館にあった絵画のうち18世紀以前のものがこの絵画館に集められた。絵画に関しては19世紀のものは博物館島の旧ナショナルギャラリー、20世紀のものはティアガルテンの新ナショナルギャラリーで展示することになり、各館の役割分担が明確になった。博物館島の各館は1999年に プロイセン文化財団が決定したマスタープランによりリニューアル工事が進んでおり、完了は2010年頃の予定である。ドイツ絵画、ネーデルラント絵画の主要作品を参考までにあげる。なお、絵画部門では他にイタリア絵画、スペイン絵画、フランス印象派、ドイツ表現派などにも著名な作品が多数ある。ありがとうございます。